これかな。あーこれだ。あー上登らなかったんだ俺。あー気づかなかったな。だいたい屋根の上は登ってたつもりだったんだけどもね。はいどうもマグマグマグロンと申します。今回はここから行きたいと思います。前回ねこれの目の前でやめていると思うんで、コンボポイントを稼げ、敵が死なない、トーチアタック使えない、なるほど、攻撃を食らっちゃうと良くなさそうだね。でチェシャに任せるのも良くないか、それともチェシャだけでなんとかなる。俺も攻撃する？俺も技ある。パリー言ってる。あれ？あーゼロになったまた。あーゼロになっちゃうねこれ。結構この子が連続技つながらない。ほら全然見当違いに攻撃しちゃう。あーこれ結構厳しいな。ダメージ食らうし。あーそしてこの技がうざい。あーでも大丈夫、持ち直せる。一緒に攻撃しよう、チェシャ一緒に攻撃しよう。チェシャも稼いでくれ、チェシャも稼いでくれ。ここで一気に行くぞ、一気に。いやなんとかダーツで。あー攻撃食らって、あーゼロになっちゃった。なるべくチェシャと一緒に攻撃し続けれればいいんだけど。あーチェシャがやられちゃうんだこれ。今チェシャやられてんだねこれ。ほらあーチェシャが攻撃されちゃうんだ。そこをちょっと注意しなきゃダメだね。
しょう。ほっ、ひゃ、よろしく。ひゃ、ほっ、た、ひゃ、ブレレ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 レ、た、ひゃ、ザ、さ、ひゃ、ごは、一丁かましてやれ。ほっ、た、ひゃ、シェッツゴー。オッケー、わた。無言でやってました。画面の端まで走って逃げられちゃうんでね、たまにこれを投げたり、あと R2 回押しのこれですね、これで近づいたりしてましたね。これでいやいやいや大変だった。でも結局チェシャは使わなきゃいけないんで、半分ぐらい溜まったらチェシャ出してもいいね。あー、これまたあれか、冬イベントか。あ、それでそこ使うのか。今何にもねえけどって言ったのはそういうことね。長くない？まずここ。終わったけど。もう終わったけど。まずこう。あ、引っかかるのか、ここ頭こう、よいしょ。これギリかな。さてと、あー、これがちょっと難しいね。ここは全カットでいきますか。オッケー。ウィッチハートのかけら、よし、またこれでビオラを強くできるぞ。空中で固定した時に R2 回だったかな、これいけたね。これで、ま、水平に飛ぶんでね、さっきのバース2もそうだったけど、水平移動が結構いいんですね。ちょっとこれは使わなきゃ損だね。はい、2列目がまた伸びる。今俺はどっからどう来たんだっけ。ここまで戻されちゃった。そう、え、もうこれ行っちゃっていいのかな。一緒かましてやれ。まだあったっけ。ふっ、もう一回確認。ここら辺はなかったらカットでもいいやね。すっ、あ、そこにあるやん、あるやん、ほら。あ、まあでもカードパックか。これは別にこれは取らんでもいいな。
あれ扉は通らなくてもよかったの？ん？なんだ今の？決めろ！戻れ！よろしく！戻れ、タシャ！はい、ここら辺のはちょっと回収回収。いやいやいや、今回も手こずりましたな。出番だ！戻ってこい！ふっ！撃つ！戻れ！オッケー、こんなもんかな。ここら辺には何もなさそう。じゃあ次の転送装置でちょっと先行きますか。なさそうだね。さあ次はどこの世界へ連れてっていけるんでしょうか。ああそうか、まだあんのか。ギンヌンガガプがありました。ギンヌンガガプを抜けたところでおしまいにしてもいいのかな。それともここもなんか敵出てくる。そしてここもあれだな、戻れてしゃ。アイテムいっぱい。一丁かましてやれ。頼む、戻れ。かましちゃってくれ、かましちゃってくれ。ここもまたあれかな、届かない場所とかあんのかな。それだと結構厄介だけど。あー敵出てきそうだね。まずその前によろしく、戻れてしゃ。決めろ、戻ってこい。ここで魔力こんなに使って大丈夫か。戻れてしゃ。ここ出てくるよね多分ね。戻ってこい。ほら来たーバースさん。どういう敵？お任せでもいい。あ素手だと良くないね。今のいいな。残念でしたー。だってはい、もうあとはもうボタン連打。どや、今のいいな。残念でしたーって下から現れて食べたのね、チェシャーが。そんな技もあったのか。戻れ、出番だ。戻れチェシャー。一丁かましてやれ。頼む、戻れ。まあこんなもんでいいでしょう。こんなもんで許してあげよう。多分今回ここまでのアイテム稼ぎが結構しんどくって、結構尺はいっぱいかもしれないね。次の大陸見て終わりになっちゃうかなこれ。結局ほぼアイテム集めで終わった。戻れチェシャー。よろしく。そしてここもアイテム集めは欠かさない。そろそろ調合しようかな。なんか多分もういっぱいじゃない。戻れ。ふっ。ね、出番だ。戻れてしゃ。決めろ。戻ってこい。まあこんなもんでアイテム集めはいいですかね。それともこのねビオラはね結構ダメージをね食らうんだよね。あのウィッチタイムがベオ様とだいぶ違うんで。あ、行っちゃった行っちゃいました。あ、ちょっと待ってくれ。あ、ネッサってそういうことか。いや、かぶってんな。あーあーあああ、砂が砂面かぶったな。いい感じの転びっぷり。私に恨みでもあるのかよこの砂漠。あ、現実世界真冬だってのに今砂漠っていうのが。そんなことなる？それよりここはどこなんだ。ボヨヨンって何よ。嘘だろ。チェシャー、あいつどこ行っちまったんだよ。カイロ、ツラ、本当にある場所なのかな。
ちょっとわかりませんけれども、はい、というわけで。戻れ、チェシャー。チェシャー熱いから出てこないんじゃないの？魔力が届かないぐらい離れちまったのか。すげえ顔してる。はい、というわけでね、ここでね、ズバッとカットした理由は、ここでやめて1週間後にプレイしているからです。本当はね、ここでね、もうね、チャンネル登録お願いしますの喋りまでしてたんですが、どうもうまく合わなかったみたいです。まだあと15分ぐらい撮ろう。ね、これはサソリだけど、これは、あ、しまった、素手で戦わないといけないのか。うわ、弱そう。はい、まあやってみましょう。これまっすぐ合ってる？方向キーも合わないですね。なんだかわかんないけど走る。あ、なんか進みました、よかった。アンシヌス、ディアブロスじゃなくてよかった。え、ただ戦えんのこれ？ガードできないよね。はドロップキック。ん、あれ終わったん、終わったん。そして俺今どこに向かって走ってたか分かんない。あの2つの山の頂に向かって走ってて、あれ、サソリがいる。向きは分からんけれども、とりあえず走ってってみよう。チェシャー、どこにいるんだ。どこに向かってっても正解だったのかな。どこ行ったんだ、シシャ。砂漠で走るもんじゃねえぜ。え、あ、動けんのこれ。あ、動けんのか。てかまたその暑苦しい格好。行くあてもなく。どこまで。砂、チェシャのやつ一体どこにいるんだ。チェシャの残像だけある。熱すぎる、目がぼやけてきた。ぶつかると、ああ、何、なんか修練達成。冷たいレモネード、いや、冷たくなくてもいいから誰か飲み物をくれ。あ、でも砂漠を越えたっぽいぞ。あ、ダメ、足が、さすがの魔女も水を出すってことはできなかったか。いったらチェックしよう。もうダメ、無理。敵いるけど、あの敵って液体出てきてるけど、あれ飲めないのかね。それでも容赦なく。チューバ、それでもまだ動け、死んでたまるか。注射。刺さってた。
チェシャ口の中から何か出さない。やっとチェシャが手に入りました。手に入った。グハグハ相変わらずよ。全然ミッチタイムにならない。いや久しぶりすぎて分からん。リーチタイム、リーチタイム、チタイムが全然出ないよ。全然出ないよ。あれタイミングよくガードで全然出ない。やっと出たー、いけー、チェシャー。今の今までずっとやってたんですけど、私あ、やられちゃった。自社頼みもダメだもん。ボッコボコ。俺なんか本当にウィッチタイム出ない。全部ガードしてないんです。もっとガード早くないよね。よし、やっと出た。行ってこーい。やっと終わりそう。長かった。あ、まだ終わってない。お久しぶりに見た。あっ、尻尾が手になってる。叩きつけ、そして連打。よし、チェシャ口の中から飲み物出してくれ。出てきた。おいおい、かわいい。口の中から何でも出せないの。投げ飛ばした。てかチェシャ暑そうだな、砂漠には。まさかのチェシャモード。ちょっと待って、どういうこと。チェシャの気まぐれ。ちょっと一旦カット。それにしてもなんだこのふざけた音楽は。かわいいじゃないか。
チェシャの気まぐれ、ビオラとチェシャは一心同体、彼女のピンチを救うため立ち上がったチェシャを操作し命の水を探し出そう。チェシャはただ移動するだけでなく素早く ZR2 回押しすれば走ることができる。 X や AY で攻撃可能できてるってことね。水の気配、チェシャの尻尾が光り始めたらそれは目的のものが近くにある証。さらに接近すると尻尾が徐々に震え始め最後にはピンと立ち上がる。それを見逃すな。掘り出す、目的のものは砂の下にある。アクションガイドに従い ZL を押すと取り出した巨大なシャベルで掘り出すことができる。え、何、水を掘り当てろって言ってんの？チェシャならできる。かわいい。ひっかき。ジャンプはできないよね。できた。ジャンプしてるときビオラは大丈夫なの？しっぽ攻撃。おお。口から物飛ばし。この野郎。あ、いた。なるほど。敵は出てくるんだね、やっぱりね。で、走る。この野郎。この野郎。なんか敵がいっぱいいる。あ、尻尾震えてる、尻尾震えてる。うらぁ。ん？穴を掘る。なんか違うの出てきたけど。よいしょ。これ壊したい。かけらゲット。ここら辺もなんかありそう。ないか。どう？どこ？届く？かわいい。何吐き出してんだろうね。お、尻尾が反応してる。そろそろか、そろそろか。尻尾がプルプルしてる。そろそろ来そうだ。どこだどこだ。この辺か。あれ、なんか違うか。あれ、収まっちゃった。ここら辺だな。おお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 、ここだー。チェシャ掘って、あ、水出た水出た水出た。虹かかった。なんだこれ。これ飲めない。これじゃあ、あ、でもそんなに量あったのね。逆に溺れる。死ぬかと思ったぜ。偉そう。え、もう終わり？ちょっと楽しかった。チェシャの気まぐれ、ありがとう。チェシャ、オッケー、力が湧いてきた。待ってろよルカ。あ、そういえばルカ追っかけてたんだっけ。すっかり忘れておった。
なんかまだまだあれかな、チェシャで探索すればいろんなアイテムがあったのかな。なんかそんな感じだね。ちょっと一発で掘り当てちゃったのかな。あ、でもそんなに広くないか、このマップが。うん、まあこんなもんなのかもね。で、そっちに進めばいいみたい。こっちを向いても？あ、違うな。目的地がないわ、やっぱり。あの、R3 ボタンを押しても、前を向くだけだな。目的はちょっとわかりません。じゃあ、ここでやっぱ探索しなきゃダメなのか。じゃあ次回は探索したいと思います。今回の動画良かったという方はコメント、高評価、チャンネル登録していただけますとマグの動画作りの励みになります。よろしくお願いします。ということで、まだまだビオラ編続きます。でも、なんとなく砂漠は終わりそう。なんか、岩山の中入っちゃいそう。